ヒッチコック劇場はアルフレッド・ヒッチコックが原作、プロデュースしたミステリードラマを放送していたアメリカ合衆国のテレビ番組である。1955年にアメリカ CBS で30分のミステリー番組アルフレッド・ヒッチコック・プレゼンツがスタートした。ヒッチコック自らストーリーテラーと一部作品の監督を手掛けた。30分枠での放送は1962年に 一旦終了したが、同年から1時間枠に拡大した、ザ・アルフレッド・ヒッチコック・アワーとして放送され、最終シーズンのみ、放送局を NBC に移して1965年まで続いた。それから20年後の1985年には、アルフレッド・ヒッチコック・プレゼンツのリメイクバージョンが制作された。これは、すでに個人となっていた。 ヒッチコックの解説部分にコンピュータグラフィックスによるカラー処理を施したものでヒッチコックの作品を忠実に再現していたオープニングテーマはシャルルグのお作曲の操り人形の創造更新曲である本作は日本でも繰り返し放送された翻訳はダンキロクがヒッチコックの吹き替えは熊倉和夫、三島正夫が担当した以下に挙げるのは 日本版のタイトル及びそれらの放送時間である。日本テレビ書誌、テレビム50年付属 DVD ロム、朝日新聞宿刷版より、ありがとうございます。